こんにちは。MC のみずきです。 MC の直樹です。ゲストのうるかです。今からニューヨークサムライキャンプの動画を配信したいと思います。はい、本日ウルカ選手のライジン出場が決定いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。それについて質問をズバズバ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。聞いていきます。UFC との契約が終了して、はいはい、フライ級配信に伴い、はい、ほとんどのフライの選手が一旦契約満了、再契約なしという事実上のリリースになっていますけど、うん、それに関してはどう思いますか？ちょっとひどいなって思いましたよね。そうですね。な、そうですね。でも契約数全部こなす前に切られる選手もいたんで、ちょっとひどいでしょと思いました。はい、次いきます。階級は今後バンタムに上げる予定でしょうか？バンタムに上げる場合は、はい、今後どういったことに気を使いながら肉体改造をしていくつもりでしょうか？まあもともと減量がきつかったんで、はい、バンタムは全然大丈夫でしょう。逆に力がすごい、うん、出るので、バンタムの方がいいかもしれないかな。ね。ね。そうですね。はい。ゆうかさんの場合は身長もあるので、直樹も身長あるけど、すごい身長高いので、もう肉体改造してもらって、肉体改造しようか。肉体80キロぐらいにした方がいい？80キロぐらい。落とせないかもしれない。とりあえず問題ないです。はい。次の質問いきます。はい、UFC 以外の選択肢がたくさんある中で今回はライジンを選んだということですが、その理由は何でしょう？はい、戦いたい相手がいるのと、あとやっぱり日本人なんで日本を盛り上げたいっていう気持ちがやっぱり心の中にあるのでライジンを選びました。ちなみに、はい、戦いたい選手は、いや、もうもちろん堀口くん一本で考えてるんですけど、はい、まあ、いきなりこういうこと言っても日本のファンも多分納得しないと思うんで、まあ雷神にやっぱり全身全霊かけて尽くして、やっぱり納得するような、周りが納得するような試合をしていくことが大事かなと思います。うん、で今回はちょっと見せつけたいですね。まあそうですね。ね、はい、見せつけましょう。イエス。次の質問をいきたいと思います。去年の UFC 日本大会以来の日本での試合、そして今回からはケージではなくリングでということになりますけど、これに関してはどう思ってますか？うん、はい、リングもケージもあんまり変わらない。まあでもケージ際の攻防とかはまあ違うですけど、それよりもやっぱサッカーボールキックがありとなしだと結構違うと思うんで、そのあたりは注意して戦いたいと思います。そうですね。やっぱサッカーボールキック今まで試合でなかったので、そう、その辺の対策とか、うん、スッて出ないよね多分ね。行ける時にこう出ないよね多分スッて。そうですね、ちょっと躊躇しちゃうよねきっと。誰が練習で、瑞希ちゃん躊躇しなさそうだけど、ね、殺してやるみたいな感じでいきなり普通に蹴ってきそうだよね。でも練習でやってないことって出ないですね。そうだね、基本的にはね。だからいや、やりそうじゃん。でもね、まあでもその一つの技ぐらいだったら、うん、いけそうですね。サッカーボールキックぐらい増えたところで、うん、多分ここの辺はね出ないね。自分もやったことないので、ね、ルールアリーの試合は出たことあるんですけど。え、あんの？あります。え、どこ？5分3ラウンドで、うん、ディープの。あ、ディープ、はい、アリーか。5分3ラウンドはアリーです。あ、怖いわ。でもやってなかったですけどね。やってなかったです。出ない派だね。すって出ない出る派出る派と出ない派が分かる。はい、じゃあ次どうぞ。はい、対戦相手のケープの印象は？獣。
獣。獣でしょ。もうなんか本能でやってる感じが。だからやっぱりどっから飛んでくるか分かんない怖さがやっぱりある選手だよね、うん、一発ある。まあでもこっちアメリカいるじゃん。アメリカいると結構いるじゃん、はい、そういうやつ。そうですね、結構マスって言ってるのにキュンパーンってきたみたいな。そういう結構いるからあんまりでも心配しないんだよね。集中力さえ切らさないけどね。あ、そうですね。ね、まあ結構ジムでいろんな人とやってるんで、うん、大丈夫だと思います。そう思います。はい。5分3ですか。わかんない、どうなの。あ、まだわかんないですか。5分3もやんないでしょ、多分。あ最近早いから。じゃあ次行きます。はい、今後も練習拠点はアメリカでしょうか。はい、だとしたらその理由もお願いします。まあもうアメリカでずっと今のところはやっていく予定です。はい、やっぱりあのいるジムはやっぱり USC ファイターも多いし、まあ、アルジャメンも同い年だし、やっぱ刺激があって切磋琢磨できる環境なんで、あとは自分が足りないものがあるジムなんで、まあ例のところでずっと今のところはやっていく予定です。うーん、なるほど。はい、いいコメントですね。はい、あざます。じゃあ最後、はい、日本のファンにメッセージお願いします。じゃあもう年末もバチバチのすげえ楽しい、楽しいというか熱い試合をするので、まあ、初めての方も多いと思うんですけど、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。頑張ります。ティン。ありがとうございます。頑張ります。